ということで今日2本目の動画いきたいと思います。今日2本目の動画はですね、私ケンちゃんの方から問題を出していきたいと思います。ただの行政書士ちょっとですね、今風邪気みたいで、大変みたいなんでですね、私の方が代わりに代打で進めさせていただきたいと思います。ちなみにですね、これ私久しぶりに撮影をしたので間違えてですね、音声が取れていなくて、これ実は2回目撮っております。同じことを今2回繰り返しておりますのでですね、ちょっと疲れておりますけども、ご了承ください。ということでいきますよ。クイズ周辺地域にアタック。1位、建築物の敷地が都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一定の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度はそれぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて安分計算により算出された数値となる。はい、どうでしょうか。さあ行きますよ。答えは、はい、これ丸でございます。敷地がですね、容積率の異なる地域にまたぐる場合の、その敷地のですね、容積率の限度というのは、それぞれのですね、地域に属する敷地の割合に応じて、半分計算により算出された数値になります。これをですね、何ていうか覚えてますか？荷重平均というふうに言います。続いていきますように、建築物の全面道路の覆いにより制限される容積率について、全面道路が2つ以上ある場合には、これらの全面道路の覆いの最小の数値、括弧12メーター未満の場合に限るを用いて算定する。さあどうでしょうか？大丈夫でしょうか？これ超基本ですよ。はい、答えは、×でございます。これは2つ以上の道路に接している場合は、覆いが最大のものをですね、基準に容積率を計算します。これは1本目の動画でですね、何度もやった部分でございます。続いて3。一定の建築物の地階で住宅または老人ホーム等の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の4分の1を限度として、容積率にかかる建築物の延べ面積に算入しない。さあ、どうでしょうか。はい、いきますよ。答えは、はい、これ×でございます。これですね、住宅または老人ホーム、福祉ホームなどのですね、用途に供する部分の床面積は、床面積の合計の3分の1を限度として延べ面積に算入しません。4分の1ではないんでご注意ください。続いて4。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分または共同住宅の共用の廊下、もしくは階段のように供する部分の床面積は、一定の場合を除き算入しない。さあ、どうでしょうか。はい、大丈夫でしょうか。いきますよ。答えは、はい、これ丸でございます。昇降機のですね、昇降路の部分のですね、床面積も全て不算入でございます。最後いきますよ。5。容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。さあ、どうでしょうか。はい、わかりますか。大丈夫でしょうか。はい、いきますよ。答えは、さあ、これ×でございます。これはですね、共同住宅の共用の廊下や階段部分のですね、床面積というのはですね、そのすべてを延べ面積に算入しません。ご注意ください。はい、以上でございます。いかがでしたでしょうか。容積率のところはですね、まあ、ややこしい言い回しはしますけれども、基本的にはですね、言っていることは参考書に書いていることそのままですね、言っているようなことが多いので、ここに関してはですね、もう得点源ですし、実務でも絶対使う知識になりますので、必ずですね、マスターしておきましょう。ということで、また明日。